どうも、ゴルフプロの三田です。いつもありがとうございます。今回は20ヤードのアプローチでボールを止める方法、これを皆さんに伝授していこうと思います。20ヤードというと非常に短いんですが、それを止めたい。そんなショットもね、なかなか難しい部分ありますね。ですが、これできます。ボールをある程度高く打って止めたい。こんな方法がよくよくありますが、実はそれは必要ありません。非常に低めのボールで十分ボールを止めることができますので、この方法を皆さんに伝授していきます。ぜひね、最初に高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速いきたいと思いますが、ボールを止める、短い距離でボールを止めようと思ったら、こんな感じでロブショットを打たなければいけないんですが、このロブショットはあまりにリスクが高すぎます。リスキーなんですね。振りの幅大きいですから、これをトップした、こんなミスよくよく見かけますね。これもう必須なんですね。もう必須じゃない、必然ですね。必然的に起きてしまうんです。このリーディングエッジが少し浮いてる状態になりますので、ロブショットを打とうと思ったらトップして右に飛んでしまう。もうこんなことはですね、起きまくってしまうんですね。ですからリスクを下げる、リスクを負わないように20ヤードを止めるにはどうすればよいのかということですが、フェースは開きます。やはり開きますが、このロブショットというほどの、まあ、大層なものはしないんですね。少し小さく構えて、でこのままちょっと小さめに振ってみてください。あまり大きく振る必要はありません。フェースは開きます。スタンス狭くていいです。ボールの位置は真ん中ぐらいでいいです。そしてちょっと小さめに、体の動きは非常に少ないです。一見腕の動きだけで振ってるように感じるかもしれません。腕の動きだけで、まあ腕の動きだけだとこんな感じなんですが、これはちょっと正しくないですね。正しいスイングとは言えませんが、一見腕の動きだけで振ってるように感じるかもしれません。足のこのかかともあんまり上がりません。少し、完全にこういう感じだと正しく当たりませんから、少しスタンスは左に向け、フェースは少し開いて、限りなく狭く、そしてボールの位置もあんまり変えない。真ん中で大丈夫です。そして、これぐらいの振りの幅ですね。本当に小さめに、大きく振らない。非常に小さめに振っていただければ、ちょうど20ヤードぐらいの、こんなに高く上がるようなショットにはならないですね。ちょっと上がっていくぐらいの雰囲気でトントンと止めるような、こういうショットが打てます。これは非常にリスクが少ないんですね。仮に少しダフったとしてもある程度勢いありますから、例えばバンカーがあってもギリギリ超えると思いますし、万が一少しトップ気味になったとしても、そんなにこう極端にシューっていくような感じにはならないと思います。まあ、ギリギリグリーンの奥にとどまるぐらいかな。ミスした時に全く一緒というわけにはいきませんが、ある程度リスクを抑えながらも、成功した時はボールを止めることができますので、スタンスは狭く、少し左に向け、フェースを開いて、一見腕の動きで振ってるような雰囲気で打っていくと、ボールが極端ではなく少し上がってトントンとちょっと柔らかいような感じのショットが打てますので、20ヤードでボールを止めたいとなったら、この方法をチャレンジしてやってみてください。コースでも頻繁ではないと思いますが、こういうところのミスがバンカーとか入ってしまったり、 OB になってしまったり、シャンクしてもう崖の下に落ちてしまったり、結構ですね、打数に影響があるようなミスが出る方が多いかなと思いますので、チャレンジしてやってみてください。最後ね、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。